はい、今回ね、まあ、ちょっとゆで太郎さんで撮ってるんですけど、ゆで太郎さんと関係なくですね、はい、まあ、お蕎麦はね、美味しかったです。本当にね、いつも美味しい、もう本当美味しいね、このお蕎麦、うん、めちゃくちゃ美味しい、はい、もう健康にいいですね、本当に。もう美味しいんだから健康にいいってことですよね、うん、そういうことですね。もう本当に、うん、自然の美味しさのような、はい、もう秘密は私にはわかんないですね、はい、それでですね、ストリートピアノね、今まで結構ね、まあ、結構もう100回超えたんでね、あの動画撮ってるだけでね、撮ってないのもありますんで、撮ってるんで、これからね、ラフロールさんね、ラフロールさん弾いてて気持ちいいんですけど、ちょっとね、この動画にした時にね、音がね、やっぱりね、他のところのがいいんですよ、うん、ね、これね、うん、あの電子ピアノの電子ピアノの音いい、あれ一番いいかもしれない音量小さいけど、うん、音的にはね、うん、まあ、そんなもんかなと思って、ね、うん、まあでも狂ってるから悪いってことでもないんだけど、ちょっと不思議なんですね。だからあとカメラの置く位置とかでもね、もう全然変わってくるからですね、うん、あとこのスマホじゃなくてね、あの本当のカメラ使えばね、あの、うん、それもちょっとね、ちょっと今決断をね、まあ焦らないでね、1万5000円ぐらいのね、買えばいいのかなと思ってますね、はい、はい、あの5000いくらのはやめた方が良さそうな気がしますね、はい、うん、1万5000円の雑誌もね、結構良さそうな、5万6万のありますけどね、5万6000円とかね、それじゃなくてもいいような気がしますね、はい、逆にね、その高いの買ってね、また落っことして壊しちゃうとかね、いろいろ出てくるからですね、まあ、このスマホもね、あ、そう、スマホね、修理に、そう、修理に出そうかなとかね、それもちょっと考えてね、割れちゃったやつね、あのね、アンドロイドの音がいいんですよ、不思議ですね、これね、微妙に違うんですよね、はい、こっちのスマホともう一個のね、もう一個のこっちのスマホね、もう、うん、こっちのスマホね、音全然違うもんね、うん、はい、ということでですね、はい、ラフロールさんね、もう弾くだけにね、うん、そしたらね、撮ってないとね、声かけてくる人もね、増えるかもしれない、はい、はい、では失礼します。